カメラマンの秋山です。どうも、今回は豊島選手に来ていただきました。今俺映ってんの？映ってます。お前自分の顔映ってないの？映ってないです、では今週の山形戦、今週山形戦があると思うんですけど、まず山形の印象はどんな感じですかね？個人能力の高い選手が揃ったチームだと思っているので、そういった相手に自分も強さを見せたいと思います。じゃあそういう部分を含め、今週はどのようなトレーニングを積んできたか軽く教えてください。まずその個人の特徴を抑えることと、それプラスやっぱり個人能力が高い分、組織としてもうまくボールをつないでくるっていう予想をしているので、その良さっていうのも消せるように、自分たちはどこを守るか、どういったタイミングでプレスするかっていうのは確認できたかなと思います。今週の試合勝つことはもちろんですけど、個人的にはどのような結果を出したいと思っていますか？まずもうチームが勝つこと、今秋山選手言いましたけど、それに尽きるので、そのために自分の力を出し切りたい。では最後に、多くのサポーターの方々が山形にお越しに来ていただくと思いますが、そのサポーターの皆さんに向かって一言メッセージをください。向かってって、向けてでしょ。向けて一言メッセージをください。はい、まず、上位との戦いが申します。山形で待ってます。本当に自分たちが上位に行くために、よりいい景色を見るために、そういった試合だと思うので、一つでもいいプレーをしたいですし、一人でも多くの方に一緒に戦っていていただきたいです。頑張ります。